チューパンの皆さん、お久しぶりです。もう、寒くなりましたね、朝今日、山手を走ってるとね、車の外気温計、10度、10度から11、12、ぐらいのね、気候になっちゃいました。いい気候がね、本当に続かないですよね。今出た。気持ちのいい時にね、のんびり、今なんか出てるのは26メートル。釣りたいといつも思うんですけど、なんか、難しいですね。あっという間に気候が変わって。今日も、今のところ天気ね、割といいんですけど、予報では昼から雨なんですけどね。だから今日もまあ、早めにね、本当はその時出たくないんですけども、もうしょうがないんですよね。もう本当に出る時がないんで、週末ごとになんかね、なんかあったですよね、以前も。去年もそうだったんかな。なんか週末ごとになんか嫌がらせのようにね、雨が降るという。そういうことですね。本当出るときないですね。どうなんでしょう。まあ皆さんどうなのか知りませんけど、魚の活性も、極めて低いと感じてますね。一応新聞のね、先週ぐらいの釣り情報には、ヒラマサが釣れたっていう、情報がね、岸からだと思うんですけど、大きいそうだと思うんですけど、出てたので来てみたんですけど、全く反応なし。今ちょっとね、そこの方に反応があったんですけど、魚は飛ばない、鳥山もない、漁師さんの船も極めて少ないですね。今日はあんまり、短時間でね、できればね、できればっていうか、また短時間で終わりたいと思ってますね。まあ頑張りたいと思います。風が止んできてね、いい感じなんですけどね、何もいないですね。ちょっとね、魚が飛んでくれるとね、嬉しいんですけどね。釣れないんでね、釣れないと暇でしょうがないですよね。まあ、おにぎり食べるか、無駄話をするかしかないんですけど、おにぎり食べるにはまだ時間が早いですからね。で、今日もね、5時台ぐらいかな、に家を出て、もう最近暗いですよね。6時半ぐらいまで暗いのかな。割と暗い中をね、車で走ってる、時間が長いんですけど、気をつけないとね、前もなんかで言ったんですけど、今日も、ちっちゃい動物はね、なんか死んでましたね、道路でね。ここからやっぱり鹿がいましたね、鹿。栗とかね、栗とか好きなんですよね、鹿。栗どんぐりのシーズンは、特に多いですね。割とぶっ飛ばしてね、走られてる方もいるんですけど、危ないですよ。鹿はね、ぶつかると、もう、車一貫の終わりですからね。オスの大きい鹿だったらね。やばいですね、イノシシもね。なんか最近はクマもいるっていうような話もあるんで、まあそんな大きい動物じゃなくてもね、やっぱちっちゃいタヌキみたいな動物でも、やっぱりいたら、当たりたくないですからね。とっさにやっぱり避けようとするので、
やっぱ危ないですよね。夜暗い時間帯は、まあ、50、60までにね、しておいた方が、いいと思います。で、今日はなんとね、まあ動物怖いんですけど、今日はなんと、暗い時間帯の、撮ればよかったな、山の方のね、道路で、おじいさんだと思うんですけどね、両手に、スキーのストックみたいなのをね、ウォーキングスリートとかね、山登りの人がよく持ってますけど、まあ両手にそういうストック的なものをね、持って、まあ一応反射材みたいなのもちょっとつけてたみたいなんですけど、なんと反対車線をね、車道、歩道があるのに、車道の真ん中をね、ウォーキングされてましたね。まあ、多分、前から車が来たら、まあ、歩道の方にね、寄ってなんかもしれないですけど、いやー、やばいですよ、だけど、反対車線のね、道路真ん中を、暗い時間帯ですからね、もう本当、10メートル、ぐらいまで気がつかなかったんですけど、いや、ドキッとしましたね。これ、まあ、明るい時間帯だったらね、危ないですよって言うんですけど、まあ、暗い時間帯なんで、うかうかしてるとね、車道で止まってるとこちらも危ないんで、まあ通り過ぎましたけどね、そういう方もいるので、注意が必要ですね。怖いですね、暗い時間帯はね。まあ釣りの人だけじゃなくてね、運輸関係、新聞配達屋さん、パン屋さんね、朝配達する人、いや大変だと思いますね、今頃ね。ほんといろいろなものがね、車道、道路上にいたりするので、ほんと怖いですね。一応初ヒット、今日の初ヒット、35メートル。めっちゃ深い。けどあんまり重くはない。風かな、え、そうではない気がするな。まあ、蓮古台とかね、伊手より、だったらまあね、いいんですけど、なんかちょっと古代チックじゃないか、ちゃうかな。上がってきた。ああ、糸より。よいしょ。まあ、中サイズぐらいの糸よりだね。今日ね、もう寒、まあ、水はまだぬるいんですけどね。風吹いたら寒いんで、長靴なんですけど、右側の長靴がなぜか、久しぶりに履くと、穴が開いててですね、いきなり出船時に、水が入っちゃいまして、困ったな。だいぶ上げたところでかかりましたね。もう10メートルぐらいかな。ボタンに映ってる。なんだ、まあまあいい感じ。ちょっと重い感じ。バレないでね。あれだね。丸味だね、これ。なんでもいいや。丸味。
さっき一回ね、ドアがこうなんか蹴飛ばされたみたいなね、感じがあったんで、粘ってみましたが、もう貴重ですよ。今これでも何もいないんだもん。でこれは別にね、まあ市場単価は安いと思うんですけど、もう美味しかったですよ。この前食べたらね、身の色がちょっと普通のアジとは違いますけどね。あらら、別に、まあ僕は美味しいと思いましたけどね。よいしょ。なんでもいい、もうしょうがないね。とにかく釣れないと。よいしょ。もう足つけれないんですよ、右側魚まみれになるのが嫌なんで、釣れた時はね、足を外に逃がすことが多いんですけど、穴が開いてるんですよこれまあもうどっちみち濡れてるのは濡れてるんですけどね。レンコダイ、巨大レンコダイとかいないかなあー、いいんだけどな今日は。今風波ね、なくて、ちょっと今もう暑いぐらい、日が照ってくるとね暑いぐらいになってきたんですけど、もう映ってるけどな、なんかいるんだけどな。来た、24m。やばい、何が来たの。ああ、重っぽいくない、これ。25m。そこは切っとると思うけどね。でも、上げたところで切ったから。これは取りたいね。今日これだけかもよ、もう。今、丸味と、糸よりぐらいしか釣れてないですからね。もうちょっと浅い24m でね、底物を狙おうかなと思って、やってたら来ました。もう上がってきたと思うんだけどな。バレないでよ。バレないでください。何やろこれ。鈴木？いや鈴木だったらもっと上に上がってくるよね。やっぱ青物っぽいけどね。やった。うわ、出た。青物。邪魔されあってください。いや、もうそんな贅沢は言えない。よいしょ、取った。何もなかったけどな、今。よっしゃ、取った。一応取れました。今日もうダメかと思ったな、ほんと。うわ、いいとこ買ってんな。よいしょ、今日も、廉価版にヒット。廉価版、最近もうシルバーないんでね、僕が買う価格と
た犬ね。以前のやつだよ、これね。ちょっと以前のやつが安売りしててね。シルバーないんで。ブルーピン。やった。嬉しいな。今日はもう本当に、本当に諦めてたんですけど、ほぼね。やっと、来ました。ヤズだと思いますね。ヒラマサゲットならず。全然深いところ全く何も反応がなくてね、今もちょっと浅いところ、攻めてるんですけど、そこものでもいないかなと思ってね、やってたら来ましたね。いいな、また来ました。同じかな、同じような26メートル。ああ、いい引き引き引き。嬉しいな。やったー。これ取れたらちょっと豪華空気を。ストリングが出てるけど、取れた方がいいかな。今日足つけれないからね。何度も言いますが、右の長靴穴開いてんですよ。うわ、今なんかすごい出てるけど、これ多分釣れてるやつが釣ってるんだね。15メートルぐらい上がってきた、上がってきた。5メートル。上げた方がいいかな。どうかな、そんな余裕ある。そんな余裕がありますかって話ですよ。上げた。これで絡まる心配はないだからね。頑張ってよ。セブンは頑張って。このステージ頑張って。よしよしよし。もうだいぶ上がってきてるはずだけど。よしよしよし。できてるはずやけどな、だいぶ。ああ、疲れてた。ああ、相変わらずきついな、大物。見えてきた。マジリーダー。よし。マジでも何でも、嬉しいですよ。ああ。絶対取る。よっしゃ。ああ、ちょっと大きいかも、さっきのやつよりね。ラッキー。よいしょ。これがヒラマサならな。ああ、いや、でもまあ合格。やった。万歳。今日もなんとか合格点。あっちの合格点低いんで、だいたい2匹釣れたらね、いいと思ってるんで。やった。はぁ、あ。いやいや、でもめっちゃ嬉しいですよ。今日もうほんとね、本当にね、あら、もうダメかと思った。全然ダメだったからね、ここまで。やった。
よかった、ありがとうございます。まあまあ微妙な掛かりやったな。2匹目、ゲットしました。超嬉しいです。ああ、バレた、バレたいか、バレたい、バレたい、バレたい。28。すごいじゃん。全然ダメかと思った今日。ちょっと今ね、今近くに船がいるんでね、あんまり大きい声で焦れないですよ。いやもうでも今2匹ついてるから、ちょっとストリングが片手では入れないね。やばいね、しゃげた。GoPro ね、もう危ないんです。 GoPro 電源ね今黄色になったけど、買ったんですよこれ。純正もうないんですけどね。あらららら、純正じゃないやつでね、まあまあ割と今はそれが入ってるんですけどね。ただまああんまり本当はもう塩だらけなんでね、至るところあんまり本当は変えたくないね、嬉しいな。なんだ、足濡れた甲斐があったな今日は。長靴買おう、安いやつ買おう。もう長靴もね、高いやつ買っても結局穴開くからね、あのね、時間経つとね、年月経つと。この安いやつの方がいいかなっていう気がしますけど、これすごい安いやつで、順天堂で買ったんですけどもう穴開いちゃいました。1シーズン2シーズン目かな。ちょっとまあ一応塞いでみようとは思ってんだけどね、あまり塞げないよね、一回開くとね。だってまあ他のところも傷んでるちゅうことだよね。26.1 かな。26.1。ちょっと浅くなってね。そこにやっぱり、ちょっとベイトがいるところで来ましたね、3匹目。今日これだけベイトがおらんから、やっぱりそういうところにね集まってるのかもしれない。リーダー、だんだんでかくなる。危ない危ない危ない。これヒラマスじゃないの。違うか、これもヤズでしょうか。これちょっとでかいからちゃんと入れないと。よし、入った。入った入った。ラッキー。ちょっと今人がいるんでね、あんまり大きい声で喜べないんだけど、ね、
本当はすごい嬉しいんですよ。やった。いや、これもやつやな。いや、もう何でもいいや。やつでも何でもいいや。嬉しい。どう思いますか、この安いジグ。これ380円なんですよ。だったんですよ。これ今ね、500円ぐらいするんです、これ。安売りでね。残念。ありました。3匹目。ちょっと、だんだん肩がね、良くなってきました。もうかなり重いです。見えてる見えてる。26メートル。26、7、8。ちょっとそこはね、まあ引っかかるんですよ。これ本当は投げたいんですけどね。垂直に落とさんと、投げると引っかかるんですよ。結構起伏がね、あるんで。今いいけどな。26メートル、20メートルから下出てるけど、何かな。あー違うか、なんか、あ、勝った。来た来た、今来てた、今来てた、うん。今当たった。あれ今すごいよ、今と当たるんだけどかかんないな。青もんだと思うな。うん。あのジグがなんかね、ピュッと弾け飛ばされるみたいな。急にこうテンションなくなるみたいなね。当たりが今2回あったけど。よっしゃ、来た。当たれた。25。やっぱり25、6やね。この辺のベイトを食べてんやね、多分。ラインもね、一応ラインローラーも変えましたからね。安心といえば安心なんだけど、まあでもわからないよね。何が、まあ、ジグ安いやつですから。よし、待ってきたやろ。よし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 。すごいじゃん、これ。取れた4匹目ですよ。ね、今日、もうほんとダメだと思ってたのに。これつけたら、まあ上出来ですよ。やぶとはいえ。やぶとはいえ。まあね、結構虫が入ってるんですけどね、この時期ね。まだね。まあでもね、まあ、あんまり虫が入ってるときはね、まあ、刺身食べてどうこうっていうことはあったことないですけど、のけて食べたらね。だけどやっぱりちょっと気持ち悪いんで、そういうときはフライ系ですね。竜田揚げがね、竜田揚げ美味しいですよね。おすすめですね。竜田揚げか、まあ、最初の頃は漬け。醤油ベースをね、なんかタレにつけて、しそ、まあ、生姜もちょっと入れてもいいかもしれないね。それうまいです。この酒のつまみ最高ですよ。でまあ次の日ぐらいになるとね、やっぱり味が落ちてくるんで、竜田揚げとかね、ソテー、まあ今だったら、まあ、今日あたりしゃぶ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 いいんじゃないですかね。薄切り、しゃぶしゃぶ、あんなこと言ってる場合じゃない。もうあげれない、絶対。今3匹ストリングがついてるから、もうちょっと、片手ではねあげれないと思いますね。もうこっちの、カヤック左面だけで右面にストリンガーが出てるので、ね、よし、こっちだけで勝負したい。
そのためには早く上げる。よいしょ。よし、上がってきた。よしよしよし。よっしゃ。よし、来た。ふぅ。やった。今いないんですよ。近くで釣りをしてたおっちゃんね。やった。ちょっと小ぶりになったけど。嬉しい。もう大合格。もう大合格です。まった。いやー。すごい綺麗な魚体。ね。よっしゃ。嬉しいな。ワクワクやな。ワクワクドキドキやな。ワクワクドキドキハラハラですよ、ほんと。ね。ああ。この廉価版、ジグ、一本で、4匹。あ、大丈夫、大丈夫、いいとも。大丈夫です。行っちゃいました。あ、見えて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 、今見えてる。26メートル。水深十分。来い。当たったぞ、当たったぞ。当たった、よし来た、よし来た、よし来た。勝った、勝った、勝った。よし、勝った。もう最高やばいです。今4匹。タモに1匹入っとるから、それを出さないと。よし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 。よしよし。これをまず出さないといけないんだけど。ちょっと海には下ろせないね。海に下ろすとね、引っかかっちゃうからね。くるくる回った時にね。ちょっと待ってて。ちょっと待っててください。やった、今日すごいじゃん。今度全然ダメだと思ったのに。ねえ。必殺26メートル。黄金じゃん。神じゃん。言い過ぎ。誰もいないんだけど、周り。やった。すごい。よし。よしよしよし、もう上がってきた。リーダー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 、ちょっと早かったからな、今回上がってくるのが。まだ元気いいですね。よしよし、やってるとやばい。ああ、ストリンガーにかかる。よし。よしよしよし。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 ああ、なるほど。よし。やった。取った。5匹目ゲット。ああ、もうちょっと大きかったらやばいね。このサイズで。このサイズだからこそ取れたって感じですね。ストリンガーに引っかからずね。近所のばあちゃん3人ぐらいにあげれると思います。もうばあちゃんのエースやな。ばあちゃん界のエースやでしょ。あ、やった。一応ヒットシーンもね、なんとか取れました。今ね、よかったよかった。もう思い残すことはありません。ね、やりました。380円。ジグで。5匹行きました。5ヤズ行きました、5ヤズ。よし。終わり。もう撤収。
まだ行けるとは思いますけどね。もうまあ10時48分なんで、風が出ても、まあ、風が出ても順風になるね、予報なんですけど、とりあえず帰りたいと思います。で皆様合わせると、こんなことになります。激しいですね。やばい状態です。今釣ったのはちなみにこの子です。3番目ぐらいに釣った子がね、一番大きいかもしれないです。じゃあもう帰りたいと思います。電池、せっかく電池入れ替えたんだけど、あんまり釣ってもしょうがない。